岩松修順は江戸時代の旗本。岩松氏は寛永18年、それまで名乗っていた神殿の名乗りを岩章に改めている。修順は岩松豊順位の長男。商法3年3月12日に父が死去すると家督を継承した。地元で縁のあった天海僧城の招きにより寛永14年から江戸上野の寛永寺に庇護された。天海は 岩松氏を大目で取り立てようと目論んでいたが、なかなかそれは叶わなかった。この間に、岩松氏を、高貴な家柄の家系が認じられる、高貴旗本とする案も検討されたが、耐震で取り立てたい山貝との折り合いがつかず、話がまとまらないうちに、甘貝は死去してしまい、修順は後ろ盾を失った。岩松氏の不遇に登場した、下屋国民部藩主の安倍忠明の推挙という話があるが、 漢文3年7月20日、徳川家光13回帰の特者として、岩松氏が新田氏の所流であることを、将軍、徳川家綱に認められた。上野国新田軍下田島に新たに100国を、加造されて、それまでの市の移管王子ぐるわの屋敷地20国と、合わせて、計120国となり、下田島長福寺林に屋敷を構えて、年ごとに、江戸に散布するようになった。 同年九月には将軍家綱に初お目見えを果たしている。江戸城での詰め所は大名閣の柳の間とされ、参勤の際の加護も許された、いわゆる交代寄り合いとなった。遠方四年九月六日に五十七歳で死去。はじめ不問寺に葬られたが、後に長楽寺に改装された。家督は長男の不順が継いだ。ありがとうございます。